町長は校長室に住み込み避難生活を続けています。去年3月の原発事故の時には避難誘導のため町に残り、多くの町民と共に被爆したといいます。鈍いボンっていう音を聞いた時、原発の爆発する音ってこれなんだっていう、あの音今でも忘れません。小さいのから大きい塊から空から静かに降りてくるんですよ。本当に静かに降りてくるんですね。黒い灰ではないけども死の灰だなっていうふうに思いました。とにかく離れてもらいたい、いろんな苦労はありますけども離れていただきたいっていう思いからですね。